皆様こんにちは。トヨタ自動車の前田です。本日はご視聴いただき誠にありがとうございます。ご承知の通り、10月26日の所信表明演説において、2050年カーボンニュートラル宣言が打ち出されました。カーボンニュートラルとは、ライフサイクル全体の、すなわち製品が製造されてから廃却されるまでの全体 CO2 排出量と吸収量とがプラスマイナスゼロになることを意味します。その達成にはエネルギーや製品サービスの製造過程や使う過程、使い終わって捨てる過程、そのすべてにおいて CO2 を出さないまたは減らす、発生した CO2 を回収再利用する活動を進めなくてはなりません。このサイクルにおいては、クリーンなエネルギーを得ることが要であり、その一つとして水素は重要な役割を果たすと考えています。水素の特徴は大きく3つあると考えます。1つ目、水素は使用時 CO2 が一切発生しません。2つ目、水素は多様なエネルギーから作り出すことができます。石油、天然ガスなどの化石燃料から、また化学工場の副産物として、さらに下水汚泥や褐炭のような利用価値のない資源からも製造できます。そして水を電気分解して取り出すこともできます。3つ目、水素は容易に貯める運ぶことができます。太陽光や風力などによる再生可能エネルギーは自然に左右され、発電の変動が大きいことが課題です。貯めることができ、また容易に運ぶこともできるため、地産地消のエネルギーとして、その地域の需要規模に合った最適なエネルギー社会を構築することも可能とします。現在日本では水素に関わるさまざまな取り組みが積極的に行われております。その一つとして、今年3月福島県浪江町に太陽光発電による電力を用いてクリーンな水素を製造する世界最大級の施設がオープンしました。この水素は東京2020オリンピック・パラリンピックの聖火台やリレートーチをはじめ、大会用車両、選手村の電力エネルギーとして供給される予定です。また世界に目を向けると、例えば欧州はすでに積極的に水素活用が進んでいる中、政府はコロナ危機回復後の環境配慮型社会へのさらなる変革を掲げ、水素への大規模投資を表明しました。中国ではすでに商用車分野の水素を活用したモビリティの普及が進む中、中国政府もカーボンニュートラルを宣言し、再生可能エネルギーによる水素製造や北京、上海などに特区を設け、集中的に水素社会の構築を進めようとしています。このように昨今各国で急速に水素利用が活発化しているのは、水素がさまざまな用途で私たちの生活に活用できる地球に優しいエネルギーであるからだと私たちは考えます。国、政府との連携が重要と思われる中、改めて菅首相自らカーボンニュートラル宣言を打ち出されたことに対し、この場をお借りし心より感謝申し上げます。この政府方針に沿った形で、トヨタも環境への取り組みをさらに加速してまいります。先月中間決算発表にて、社長の豊田より、今私たちに求められているのは地球環境も含めた人類の幸せにつながる行動を起こすことと申し上げました。すでにさまざまな機会を通じお話しさせていただいておりますが、私どもの環境対応の考え方はあくまで人中心の基本理念に基づく全方位での電動化戦略であります。具体的に申し上げれば、トヨタはフルラインナップメーカーとして、あらゆる国や地域のお客様が最適な車をお選びいただけるよう、ハイブリッド、PHV、EV、そして水素、
すなわちフューエルセルビークルに至るまで幅広い商品を開発ご提供いたします。同時にこれは今後ますます多様化する燃料への対応としても有効であり、我々は水素もその一つと捉えています。この水素の普及を目指し、2014年世界初の量産 FCV として初代ミライを世に送り出しました。ご評価をいただく中、当初生産が追いつかず納期が長期化し、お客様に大変なご迷惑をおかけしたことをこの場をお借りして改めてお詫び申し上げます。一方で初代ミライを通じて多くの学びもございました。例えば社長の豊田は水素ステーションと FCV を花とミツバチの関係と例えました。一方だけでは反映できず、互いに求め合い両方のバランスが取れて初めて共存できることを学びました。燃料電池 FC システムについては思いのほか転用ニーズが多いことも分かりました。当時からフォークリフトやバスなどに転用活用いただいておりますが、その他にも大型小型トラック、鉄道、船舶、産業用の発電機など、今後有力なエネルギー動力源として多くの皆様からのニーズご期待を頂戴したことも学びでした。ただ当時乗用車向けに開発された初代の FC システムは転用が難しく、コストも含めて各社様のニーズには十分お答えしきれませんでした。確かに将来に向けた兆しはつかめたものの、実際に水素社会実現を加速させるにはまだまだ力が及びませんでした。本日ご紹介の第二世代新型ミライは、これまでの課題を克服すべく開発を進めてまいりました。初代を通じて知ることができたさまざまなニーズ、幅広い用途、これら世の中のご期待に応え、本格的な水素普及に向けた出発点としての使命を担った車です。まず生産能力を10倍に引き上げました。本格的な普及に向けた素地を整えました。また FC システムをはじめとする水素関連技術も性能向上に努め、乗用車だけでなく社会を支えるさまざまなモビリティ等への転用を前提に開発を進めました。実際足元ではご覧のように幅広い分野で関係企業との連携を進めております。このように水素を活用したモビリティを世の中に広げていく、それがトヨタの役割であり、トヨタの新しいミッションでもある幸せの量産につながると信じております。最後になりますが、資源が十分でない日本のエネルギー政策において水素は重要な意味を持ちます。水素を活用した社会の実現に向けては、作る、運ぶ、使う、これらすべてのステージで低コスト化が必須条件となります。そのためには各社の企業努力に加え、産業全体との協調連携による水素供給と需要拡大が必要になります。カーボンニュートラルを目指す政府、そして志を同じくする仲間企業とともに協調連携し、まさに一体となって取り組むことが重要であり、2日前に水素による社会実現を目指し設立された水素バリューチェーン推進協議会にトヨタも参画いたしました。我々は今後もさまざまな分野でこのような連携の動きを加速してまいります。本日発表させていただく新型ミライが水素社会の本格的な普及に向けた出発点になるよう、引き続き尽力してまいります。多くのお客様に愛されるよう、車本来の魅力も存分に高めました。詳しくはこの後チーフエンジニアの田中よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。
初代に引き続き未来の開発を担当させていただきました田中です。トヨタの社会貢献とエネルギー課題の取り組みを牽引するため他社に先駆けて投入された初代は多くのお客様に応援いただき、おかげさまで全世界で1万台以上を販売、燃料電池自動車 FCV の普及に向けて最初の布石を打てたと考えております。しかし皆様にご満足いただける車であったかといえば必ずしもそうとは言えない部分もありました。次期未来を企画するにあたり、真の水素社会実現に向け、 FCV の普及に向けどのような車を作ればよいのか日々考えました。目指したのはお客様に本当に欲しいと思っていただける車です。本質の部分を進化させ、車本来の価値を高めて、より多くのお客様に喜んでいただき、買いたいと思っていただける車にする必要がある、そう考えました。そんな車を実現するため、プラットフォームやユニット設計、レイアウトを一から見直し、新型未来に最適なものを開発しました。 FCV である以前に感性に訴える走りやスタイルが際立つ車、本当に欲しいと思った、乗りたいと思った車がたまたま FCV の未来だった、お客様にそんな選択をされる車ができたと自負しております。トヨタが目指した環境車の新しい形、それがこの新型未来です。単なるモデルチェンジを超えてフルスイングの開発をした新型未来、一台の車として魅力的であってこそ水素エネルギーの普及を大きく前進させる力になるはずです。新型未来で FCV は新しいステージに入ります。例えば街中で見かけた時、思わず振り返って見てしまうような魅力的なスタイリングの車、例えばステアリングを握ると思わず笑みがこぼれ、気づいたら遠出になってしまった、そんなずっと乗っていたくなるような気持ちの良い走りをする車、今度の未来はそんな車になりました。スタイリングについては、普通の車としてかっこいいと言われたい、 FCV だから、環境車だからではなく、スタイリングで選ばれるエモーショナルなデザインを目指しました。映像から何を感じていただけましたでしょうか。 FR ならではのスポーティーで躍動感のあるフォルム、力強いワイドな踏ん張り感と低重心を追求したフロントビュー、ワイド&ローな構えが際立つリアビュー、スタイルだけでも勝負できるデザイン、上質なサルーンを漂わせながらもスポーティーさも備え、他の車と並んでいても思わず目を引かれるような存在感がある、そんな車を目指しました。続いて走行性能についてご説明します。突然ですが皆さん、車と対話したことはありますか。今回の未来はハンドリングやアクセルに対して、こうしたい、こうしてほしいと思ったことをまさに意のままに反応してくれる車と気持ちの良いやり取りができる車です。まずは走り出しです。動き出してすぐに感じ取っていただけるスムーズで
シームレスな走り出し、自らの意志と一体感のある気持ちの良い加速感を感じていただくことができます。街中のシーンで起こりがちな頻繁なアクセルのオンオフでも、車両姿勢の変化を少なく制御し、滑るような上質な乗り心地を感じていただけると思います。郊外のワインディングロードなどでは、最適な前後バランス、高いボディ剛性により、まさに意のままのハンドリングを実現。ドライブする楽しさ、操る楽しさを感じていただけます。高速道路においては、直進安定性の良さからくる安心感と圧倒的な静粛性、包み込まれるようなシートのホールド感も相まって、長距離ドライブでも疲れにくく快適な移動をお約束します。このように車本来の魅力を高め、本当に欲しいと思う、乗りたいと思う車を作りました。でもこれだけではありません。お客様に安心して長距離も楽しんでいただきたい、航続距離の拡大は初代ミライのお客様からの一番のご要望であり、今回の開発の大きなテーマでした。新型ミライでは、新開発燃料電池による効率アップと水素搭載量を大きく増やすことで、 WLTC モードで約 850km の航続距離を実現、実走行でも東京から大阪まで安心してご旅行いただけるようになりました。頻繁に水素充填する手間を軽減すると同時に、充填時間が3分程度という点は、普段使いからご旅行まで安心してお使いいただけるのではないでしょうか。さらに安心という観点では、先進安全機能トヨタセーフティセンスに、さらに新しいシステム、ドライバーの方に異常が発生した時に自動で判定、警告や緩やかな減速、停止までを行う機能などを装備、お客様の安心安全を見守ります。新型ミライでは、車本来の魅力にこだわってきましたが、合わせて社会貢献にも意識を向け、 FCV としての付加価値も高めたいと考えました。 FCV ならではの環境性能として、今回新たにゼロエミッションだけではなく、マイナスエミッションという新しい価値をご提供します。特殊なフィルターを採用することで、発電のために吸い込む空気から PM2.5 などを除去して排出する空気清浄システムを搭載しました。アクセルを踏めば踏むほど、走れば走るほど空気をきれいにします。一般的には車は CO2 を排出しますが、新型ミライでは CO2 を全く出さないばかりでなく、吸った空気を吸った時よりきれいにして戻します。すなわちゼロの先を行くマイナスエミッションです。そしてどれだけの空気をきれいにしたかを実感していただけるように、センターディスプレイにメーターをご用意しました。瞬間的にはまるでタコメーターのように、アクセルに応じてゲージが回転します。今回目指したのは、踏めば踏むだけ空気をきれいにです。続いては給電機能です。昨今残念なことに、復旧に時間がかかってしまう大きな自然災害の発生が増え、停電などにより日常生活に支障をきたすケースが増えてしまっています。新型ミライは、家庭用コンセントが直接使用できるハイブリッド車と同じ 1500W の AC 電源に加え、 FCV ならではの DC 大容量給電を可能としており、万が一の災害時などにご自身や周囲の被災者の皆様をもお支えすることができます。この機能は初代ミライにも装備され、18年の北海道胆振東部地震、19年の千葉の大停電の際に被災地に赴き、避難所や家庭に対し電気を供給、多くの被災者の生活を支えることができました。我々はこのミライという車を、いざという時に後期としても活躍できる、皆様をお支えする車にしたいという強い信念のもと、新型にもこの DC 給電機能を標準装備しました。エモーショナルなスタイリングで、
気持ちよく走るだけではない。走れば走るほど空気を浄化し、時には災害支援も可能。これも新型未来の魅力です。そして未来にはさらなる未来があります。人の安全を第一に考える運転支援システムの最先端、それがトヨタチームメイトです。まずはアドバンストパークが搭載されます。簡単なワンタッチ操作だけでステアリング、アクセル、ブレーキ、シフトチェンジ操作の全てを制御し、駐車操作をアシストして駐車を完了させます。緊張する狭い駐車スペースや難しい縦列駐車など、運転に慣れていらっしゃらない方でも安全かつ安心にお乗りいただけると思います。そして近い将来、高度運転支援技術となるアドバンストドライブ、人と車が気持ちの通った仲間のように、お互いを高め合い共に走るというコンセプトに基づいて開発した高度運転支援技術により、ドライバーはアクセル、ブレーキ、そしてステアリング操作からも解放され、運転疲労の軽減が可能となり、より周辺に注意を払えるようになります。事故のない世界に一歩近づければと思います。こちらはトヨタブランドで最初に未来に搭載されることをお約束いたします。最後に、多くの皆様からご質問を受ける FCV 水素の安全性は大丈夫なのかという点についてご説明します。まず水素は非常に強固で強いタンクで守られております。車両事故の発生した際、ボディがぐちゃぐちゃに壊れてもびくともしない非常に強いタンクです。また車両火災などが発生した際には、熱で水素が膨張しないように特殊な弁で水素を放出し、爆発などしないように万全の対応をとっております。トヨタのガソリン車と基本的に同様の安全基準を満たして皆様にお届けをしております。そして幸いにも2014年の発売以来、水素の漏れや爆発などの事故は一件も発生しておりません。このように水素安全をはじめ、安全性には万全を期しております。新型未来も安心してお乗りいただきたいと思います。これまでお話してきましたように、新型未来はトヨタの持てる技術を全て注ぎ込み、フルスイングで開発した車です。新型未来の魅力を知っていただくには、見てお乗りいただくのが一番だと思っております。お近くの販売店に足を運んでいただき、ぜひご自身の目で確かめていただければ幸いです。一人でも多くのお客様に新型未来をご支持いただくことで、水素社会実現に向けた取り組みが加速することを祈り、私の商品説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。